引き分け。タップしてない。タップしてねえの。まあいいや、仕方ない、しょうがねえよ。リンダマン、よかったな。制限時間が30分で、もうあと10秒あったら俺のエンドゲームでリンダマンは情けない姿を晒しながらタップしていたことだろう。チキショウ、まあいいや、仕留めきれなかったのは悔しいが、残りのリーグ戦もう残り2つしかないから、この2つは絶対落とさねえぞ。俺たちの2連覇を望んでる人たちがいるんだ。多分2連覇だよ、2連覇。俺には今何もないんだ、何もないぞ。こんな姿で年越したらどうすんだ、宮原健人は。プロレスが終わっちゃうよ、俺がこんな姿で年越したら。2連覇はなかなか美味しいぞ、俺にとって。ああいうのは申し訳ないから、俺は2連覇のこと考えてるんだ。ああ2連覇したら俺には何かが今までなかったものがもらえそうな気がして。2連覇だろ、2連覇。右翼曲折ありながらこうやって二人で組んでんだ。綺麗な綺麗な仕事納めだ。見たか、あの仕事納めの技を。見たか、仕事納めだ。技の名前はこう担いでこうやるだけだよ。そうだよ、どうだ、俺が支えて大将が頭カッてやるだけだよ。それだけだ、こうやってこう。俺たちビジネスタッグの新コンビネーション技、仕事納めだ。こうやってこうなんだよ。見たらわかるよ。いいか、これを見て皆さんに年を越させてやる。技の名前は仕事納めだ。そういうことだ。詳しくはちゃんと動画見ろ。こっちから説明するのも恥ずかしいよ。2連覇だ、2連覇。オッケー、しゃあ2連覇だ。仕事納めするぞ。しゃあ2連覇行こう。仕事納め、仕事納め。いや、ドローか、おいり。三浦青柳、俺ら見てる通り、まだピンピンしてるぜ、おい。まだまだお前らとはな、やりたりねえからな。何、まあピンピンはしてないけど、まあでもアジアタッグチャンピオンとしての価値を落とさないために、この優勝候補としてこのリーグ戦に臨んだわけですけど、初戦で手痛い1点、まあ、失点とか勝ち点1、まあ、失点1とも言えると思うけど、ちくしょう、勝てると思ってたし勝ちにいったつもりだったけど、最後やっぱり爪の甘さというか、この全日本ホームのね、相手チームの、まあ、一つ勝るところがあったのかなと。まあリング上で言った通り、このリーグ戦を勝ち上がって、お互いのチームが勝ち上がって、決勝トーナメントで再戦っていうルールはないみたいなので、もう基本的にはこのリーグ戦で当たることができないと。まあ、ただ、まあ、全日本プロレスに上がり続ける限り、この引き分けっていうのをストロングハーツは重く受け止めてるんで、しっかりリベンジマッチなり決着戦用意してもらえたらなと。それまでしっかりこのアジアタッグを持って戦ってやっていきたいなと。まあでも宮原青柳がどっか他のあとリーグ戦2つで負けて、俺たちが2つも勝てば決勝までいけるわけですから、宮原青柳をと戦わずしてというか、決着つけずして最強タッグ覇者になる道はまだまだ残されてるんで、まあ、これちょっとまだ練り直しして、もっと上のストロングハーツ、もっと上のグレートっていうのは必ずお見せしますんで、全日本プロレスファンの皆さん楽しみにしててください。以上。まあね、やったね。去年も今年も思ったんだけど、入場式の時、正直大日本プロレス勢背が低いな、俺たち背が低いけどな、俺たちにはな、今日はタッグマッチだろ。例えばドリューにはスピードがある、俺には重さがある、俺にはキャリアがある、ドリューには若さがある、高く飛べる、飛んだら重い、お互い補うのがプロレスだぞ。あいつら補ってるか。でかいボスがいて、ちびっこいセカンドがいるだけだろ。あんなタッグチームに負けるわけねえよ。俺たちタッグだからね。そうだよ。痩せてるけどでかい、それがタッグだろ。
お互いを上げろ。バランス、バランス。ナイスフォロー。ナイスフォロー。This is タッグマッチだよ。そうだよ。ああ。で、あいつらハードコアも分かってねえな。ああ勝手に椅子持ってきやがって。ああ、ハードコア、舐めちゃいけねえぞ。俺たち大日本だぞ。大日本を舐めたらこうなるぞ。ああ、俺たちを舐めるとどうなるか分かるか。舐めるとどうなるか。舐めるとどうなるか分かるか。舐めるとな、ギンギンになるんだよ。言ってること分かるか。オールジャパンテレビ流せるか、これ。投げ入れるとギンギンだぞ。もうキンキンだからな、トースばっかくな、この野郎。ああ、舐めちゃいけねえぞ、ジェイクリー。舐めちゃいけねえぞ、ジェイクリー。ああ、今日はタックでこんな感じだよ。あいつが一番強いのか。ああ、まあいいや、とりあえずタックだよ。そう次は相撲兄弟。そう相撲はバランス悪い ね。二人ともテープだよ。一緒、二人一緒。二人一緒。これだよ、これ。分かる、これ違い。違うじゃん。ファット&スキニー、スキニーって言うの？そう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 。ああマッスル&ファットじゃなくてファット&スキニーじゃねえか。ああバランスだな。バランスがあるんだよ、タッカーバランス、はあ、もうこのね、ドリューもこのタッグリーグね、プロレスのヒストリーをね、歴史を踏まえてできてるから。今まで最初はプッチャーとシークとファンクスだろ、オープンタッグ。やっぱこの団体はハードコアなんだよ。そうだよ、そうだよ、俺たちと一緒だよ。ああそれからね、ブロディ・ハンセンとかもいたな。ババさんもよく流血してたぞ。この団体は血の歴史だよ。ブラッドヒストリー。そうだよ、ブラッドヒストリー復活だからな。疲れてきた。大丈夫か。ああ今日はな、血が出てないからよく口が回るよ。全然血出てないよ。そういや、ノーブラッドだよ、こんな。ああノーブラッドだよ。ああブラッド、ブラッドエクスプレスとなんかちょっと硬い。もうエクスプレスだけ。エクスプレス。今日は、俺たち今日はエクスプレスだけだな。こんな血じゃねえぞ。これからブラッドエクスプレスになるよ。また今度は宮原か。宮原の曲じゃないか。どこだろう宮原。ああ宮原、宮原ってジェイクって入りが遅いんだよあいつは。なあ田村、お前たちの先輩は入りが遅いんだよ。ジェイクに3分ぐらいかけて入場してきたぞ。宮原もどうせ5分ぐらいかけるんだろう。取材の皆さんが大変なんだよ。それにちゃんとやるように田村。はい、よし、質問ある人もう十分喋っただろう。オスオス、以上、ありがとうございました。オス、まあそれは相手のホームグラウンドで相手のやりやすい戦いやったらさ、こうなるってのは分かってたけど、それでも許せないよ。この俺の美しい顔をさ、こんな一番見れにするなんてさ、許せないよ。次やるときはさ、あのガリガリもデブもさ、八つ裂きにしてやるからよ。マジで絶対許さねえ、絶対殺す。おいおい、お前ら二人がかりでやっと俺一人止められんのかなあ。ちゃんちゃらおかしいな。2対1でやっと止められる、おかしいと思いません？それだけ力の差があるのかな。ああけど今日やられたのはこっちだ、覚えとけ。ドリュー、そしてコーバシ、いや、あー小林。おー何もしてねえよ、すぐ終わっちまったな。つまんねえな、おい、なんなんだあいつらはよ。はい、橘、お前まだ荷が重いな、このタッグリーグ。ああまあそれより、おい吉達、俺が一言言ってのてめえだ。ああ過去いろいろあったな、本当によ。その恨み改めてここで爆発しそうだよ。お前がいるせいで全てが狂ったんだ。お前の存在が俺を逆なでるんだよ。おい向こうで一緒にいた時、お前吉達ストップかけたな、いろいろとな。おいこの恨みは必ず必ず必ずだ。俺はね、あの記者会見の時からね、俺ね分かってた。カズマ坂本、いやもうあえてね
ミスター坂本って言わせてもらうけど、あいつはね、立花じゃなくて俺に言いたいことがあるんだよ。ああそう、ミスター坂本時代のなんかね、俺に対して言いたいことがあるんだよ。なあ、言いたいことがあんなら俺に直接言ってこいって、あのビビリが。なあ、立花使って立花にな、あの八つ当たりするみたいなこと言って、俺に言いたいことあんだろ、言ってこいよ。ああ受けて立つよ。ああよし、どうした。おい、俺らが優勝だよ。お前、ああ興味だって分かんだろ、お前、俺らが絶好調だっていうのはよ。ああまだまだ他の若いやつらなんかね、お前持ってかれねえよな、本当に。チャンピオンとして優勝しようよ。いや、行きましょう。石川、お前いろんなこと言ってきてくるけどよ、もう終わったことは終わったことなんだよ。試合にね、次に目向けてるんですよ、俺らは。うわ、なんだお前、俺らお前チームになってんだからさ、今日はよ乱すなよ、本当ね、お前めめっちいな。そうだよ、俺ら組んでるからよ、今焼きもち焼いてんだよ、あれ。本当にメンヘラがあれっすよ。そうだね、もう俺たちはもう、エボ前食って、食った食った。道場にまだあと180キロぐらいダンがあるんですよ。それもこの最強タッグ中に全部食い切っちゃうぐらいの気持ちでやってるんで。うまいから、よし、もうあれ売りましょう。あれ頑張れよ、いい曲考えよう。よし、ありがとう。よし、あ、このね、まだ組み合わせが意味わかんないですよね。だいたい大田区で戦った菅間と足元組めるわけないよ。会社の陰謀だな、これ。これで一歩のね、とはあれで2戦優勝して2回チャンピオンリベンジでね、頭があるんですけど、もう序盤から石川選手の方がその気持ちが強かったみたいで、ちょっと手間が違いましたけど、だいたいね、会見のね、会場の備品壊してね、遅刻してるようなタッグチームがね、タッグチャンピオンじゃない、全日本レースのタッグの歴史が汚れちゃうんで、俺らが綺麗にして、優勝してベルトを取ってあげて、綺麗にして、やんないとダメですね、あれは。あの備品壊したのは結構かかったんですか。かかると思いますね。給料カットだよ、あいつ3万は、専務のせいに、おい。3万高価だよ、専務。エボ前作ってやんだ、あいつは。約4本しかなんかね。おい、もう約4本しかカットですよ。その時全部修理回しますんで。じゃあ、行くぜ、頑張りましょう。そんな感じでよろしくお願いします。正直このシリーズの開幕戦の今日で、ちょっと前線して弾みをつけたかったんですけども、やっぱそうは甘くないですね。皆さん強豪揃いの、先輩たちだったんで。ただまだ始まったばかりなので、親父、自分と兄の初戦はまだ来週の17日保土ヶ谷大会なんで、そこで2人で爆発したいと思います。なあ、大丈夫か、なんともないな、大丈夫か。絶対にやり返します。よし、次はやり返します。次だから。よっしゃ、今日から最強タッグ開幕戦。俺らね、今日の初日公式戦はないけどな、俺らの持ち味は何なのかっていうのをな、公式戦前に確認できたからよかった。俺はこの中で一番のスピードを持ってると自負してるな。本田は圧倒的な攻撃力を若さに生かしたな戦いぶりだよ。はい、自分たちは17日の保土ヶ谷が最初ですけど、ゼウス入江組が一番の山場だと思ってるんで、そこをしっかり勝てば、あとはもうしっかり、あとも組も勝利して優勝につないでいくだけです。正直な、ゼウス入江組以外はな、はい、会見でな、あのしょうもない茶番劇な、はい、見せられて俺らもうんざりしてるな、はい、なだから本当にな、ここぞって腰をな据えて戦うのは、はい、ゼウス入江組だけだよ、はい、あとのやつらはな、な公式戦終わるまでずっと茶番やってるだろ、はい、会見がしょうもないな、本当に。あもう土曜講師組まれして、もうどうでもいいんだあいつら、いつまでも下に見てんじゃない、もう俺の方が上だ、もう以上。ここは全日本プロレスだからな。
super crazy, Itagiri. Yo vine especialmente a ganar este torneo. Aparte, yo quiero un título que está aquí en All Japan. Yo lo quiero, ese es el título de peso ligero. No sé quién lo tiene, pero yo voy sobre ese cinturón. Voy por ese cinturón. No me importa quién lo tiene. Yo voy por ese cinturón, porque ese cinturón es muy, muy famoso en todo el mundo. Y lo quiero aquí conmigo, para la memoria de mi carrera. Ayúdame, por favor. チャンピオンの名前は知らないけれども、世界ジュニアのベルトの名前はよく知ってる。あれはもうすごい優勝だし、世界でも有名なベルトであるって。どうしても俺はそれを巻きたいって言ってますね。ええ、もう世界ジュニアの宣戦布告じゃないですか、これ。ええ、ダメだ。ああ、ダメだ。ダメだ。もう、MLW の、まあ、前哨戦っていう形でいいのかな、わかんないですけど。ちょっと、惑わされっぱなしでしたね、相手チームに。まあでも、シングルマッチは僕得意な方なんで、しかも王道で1回取ってるんで、はい、何も心配いらないと思ってます。このまま世界に来年にでも行ってやろうなんて思ってます。その前に我々で世界じゃねえジュニアタッグのトーナメントありますよね。早くさ、12月26日やってみましょう、私で。申し訳ない。はい。いや、その26日がどうしても出れなくて。出れない？すまない。本当にごめん。本当にすみません。俺は？いや、本当に申し訳ない。いや、本当に。申し訳ない。俺は？いや、分かった。もう、重々承知してる。まあ、とりあえず開けといてもらって。お願いします。開かなかったって言ってもイージーマッチだ、こんな野郎。おい、汗かいてる。見てみろ、お前。行ってきますかいてね、お前。ちょっと書いてんじゃねえか。ああ、書いてんじゃねえかよ。ああ、俺退社員だ、バカ野郎。おい、世界最強タッグ決定リーグ戦な。おい、大いに最低で最高のタッグチーム、ドイクマに期待してくれ。まあそういうこっちゃ。行くぞおめえら。よし、オーケー、なんとかしよう。初戦で初勝利。そうやね。このまま行きましょうか。これは大きいな。もう知ったろ。ちょっと待ってくださいね。やると多いね。お願いします。大阪から世界最強、世界最強取りに行きましょう。大阪が一番強いんや。オーケー。あと、イサミ、このベルトに興味あるみたいないか。でも僕もイサミさんに興味あるから、ガオラと全日本プロレスが許してくれるんやったら、このベルトかけてイサミさんと試合したいです。よろしくお願いします。ゼさん、もう絶対優勝いきましょう。そうやな。OK。 あと2勝したら次は準決勝、決勝や。ああ、絶対上がっていく。ファン投票2位。ああ、2番目に期待してされてることやな。もっともっと俺らが必ず1番になる。見とけ。よいしょ、行きましょう、優勝しましょう。 OK、 祭りやで。全3戦しかないリーグ戦、いっぱいした段階でもう自力優勝の可能性はゼロ。でも人任せになったとしても、あと2戦を俺たちアックスオンバーズが戦い抜くことで、それは絶対に無じゃなく必ず結果につながる。俺たちのチームの結果だけじゃないけども、それでも絶対に最後まで諦めない。それが俺が15年前大森さんに教わったことです。最後まで諦めないし、諦めたくない。そう、最初そうなんですよ、3戦しかないんで、いっぱいの時点で自力優勝はもうないんです。3戦全勝するしかないんで、自力の優勝するためには。
でもだからって諦めたくないじゃないですか。あと2勝して、あと2勝すればまだ分からないんですよ。ああだからって諦めたくねえ。諦めたくねえ。 あと入江久しぶりだったんだけど、よりパワーも増してて、よりすごい精神になってたけど、昔はね、ちょっと上から見てる分確かにあったかもしれない。もうさすがチャンピオンだなと思いましたね。いろんな団体のシングル3つも巻いてんでしょ。でもせっかく全日本プロレス、そんなもんお前、俺ら負けた相手のことさ、試合終わってから持ち上げたって全く意味ねえんだよ。いや、大森さん、あんな野郎クソ野郎よ、次やったら絶対負けねえからよ、入江、ゼウス、お前ら、首洗って待っとけよ。ガオラ、俺がもらうからな。お前らふざけんじゃねえよ。ガオラもらうからな、俺ら。いっぱいしたのに、誰が決めたんだ、そんなことは。諦めねえぞ、俺たちは。敵じゃねえよ俺たちはよ、世界最強タッグエントリー選手だからよ。おい今年の世界最強タッグ、俺たちが全てを台無しにしてやるぞ。おい今日見て分かっただろ。おい俺たちの対戦相手は全員こいつと同じ運命だよ。こいつと同じ運命だよ。お前たちは今までのキャリアを全て台無しにして、メンソーレを名乗れ。お前たちはメンソーレを名乗れ。台無しにしろ、全て台無しだ。おいさあ、おい、あれが世界ジュニアチャンピオンのやり方か。おい、ウィズ、デビル紫、それがあいつのやり方か。おい、まだ当たんだろ。お前のベルト、ああ、引っぺかしてるよ。しゃー